こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日は、リアル店舗での仕入れのコツ、その商品探しの手順、それを個別サポートの会員さんのね、サポートの様子なんかを入れながらご紹介します。まず、店舗で商品を見ながら探していると、まあ、落ち着いて探せない、時間がかかる、店員に注意されるということがね、 え、ちょいちょい起こりますんで、もう探すのは家でゆっくり探す。で、店舗でやることは、まず店舗丸ごと全部写真を撮ってください。でい全部ってね、でかい店舗でね、えー、大変すぎるよという場合はね、100枚でいいです。まあ、初めはもっと少なくてもね、また探してみた後から行くという形でもいいですけど、まあ、 写真撮るだけだったらね、大した手間じゃないんで100枚ぐらい一気に撮っちゃった方がいいです。で次に撮影した写真を使ってオーストラリアやアマゾンにカタログがある商品を探します。個別サポートの場合は、まずどこに行ってね写真を撮るか、写真を撮る店舗を指定しますで。撮った写真を10枚ずつ送ってください。商品を検索する範囲を指定します。この写真を祈、ね、ってる写真。 あの、商品チェックしましょうとか、この写真のこの部分の商品チェックしましょうとか、そういうのもチェックします。それから、個別サポートの場合は、検索方法もサポートします。見つからないよと言ってね、質問していただいてたときに、こういうふうに写真撮ってもらってね、ここ検索してくださいと言ったけど、見つかんないと。じゃあ、試しにどの写真探したか送ってくださいと、写真をもらって、 私がどういう手順で探したか、何の検索キーワード入れて探したかというのでね、こうやりとりして。例えばこれを見ると、載ってた写真はなかったんだけどね、別の商品見つかりましたというね、報告してその商品を知らせてます。それから、こんな風にね、このあたりとか、これを見つけてくださいって画像で指示します。でまた探しててね、 写真から探して行き詰まっちゃったと言った場合はね、えー、じゃあこの写真を見ましょうということをまたね、10枚ほど送ってもらって、それを指示します。そんな形で、えー、やり取りをしてで、1日15分チャレンジ。これね、えー、もう全然商品探しが習慣化されませんと、ね、たまに見つけるんだけど、まあ、ついついね、先延ばしになって見つけません見つかりませんという相談いただいたんで、じゃあもうあの、たくさん探しすぎるのがいけないんで、まず習慣化しましょうということでね、 1>, 1日15分だけやってくださいと。見つからなくても15分でやめましょうという形でやったらね、結局、1ヶ月過ぎた段階で最初の2週間で1回目の商品を納品して、次にね、後半の2週間、ちょっと昨日までで商品が82個、2週間で82個見つかったと。2週間で82個ってね、 1>, 1ヶ月で160個ですから、もうこのペースだったらね、もう3ヶ月も経てば、もうあの、リピートして販売する商品も十分見つかってね、まあ年末には売り上げ1万ドル突破も、まあほぼ確実だろうというような形でね、えー、商品探し、苦手で全然見つからなかったと言ってましたけど、ね、えーまあ、サポートを使っていただいて見つかるようになりました。また、サポートを使ってない、ね、えー、このマニュアルだけでやってる会社も、個別サポートでない会員さんも、写真を撮って、 えー、無理に探さないと、ねあの。まずは探すっていうことを習慣化するというのをね、えー、意識してやると結構ね、えー、ほいほい毎日通商品見つかるというのがね、えー、普通になってきますので、そんな形で参考にして見つけてみてください。また質問、ご報告、成果報告お待ちしています。Amazon サポーター、堀秀夫でした。